このノートを1万円で売ってくださいって言われたら売らないです。面接とかと一緒で相手のことをもう知り尽くすっていうのが大事っていうことですね。営業って物売りとか押し売りって考えてる人たちが多いんですけど、主役はあくまでお客さん。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はセレブレックスさんという会社にお邪魔しています。で、今回はですね、セレブレックスさんの実際のインターンプログラムを体験させていただこうという企画になっております。こちらが社員さんの今井さんです。株式会社セレブレックスの今井と言います。セレブレックスの執行役員マーケティング本部長としまして、セレブレックスを世の中の方に知っていただく活動を行ったり、セールスエヴァンジェリストというちょっとかっこつけた肩書きなんですけれども、法人営業と新規営業の研究活動を行っているので、今成功する営業のやり方といったところを考えたり、世の中に公開したりということを私のミッションとしてやってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今井さんはセレブレックスでの営業のプロなので、その辺を皆さんに伝えていけたらなと思ってます。セレブレックスさんはいろいろな事業をされていると思うんですけど、はい、その中で営業コンサルであったりとか営業の支援っていうのを行ってまして、それを今回は体験させていただこうと思ってます。今回は皆さんにも分かりやすいようにノートを1万円で今井さんに売るという営業の体験をさせていただけたらなと思ってます。よーい、スタート。はじめまして。まずは大学の福田氏でいきます。よろしくお願いします。セレブレックス今井です。本日はですね、今井さんに我々の商品を提案させていただけたらなと思って、はい、お時間をいただきました。ありがとうございます。はい、商材を提案させていただく前に、今井さんの今後なりたい姿とか目標とかってありますか？個人で、はい、僕昔俳優になりたかったんですよ。すごい伝わります。俳優っぽいなって言って本当ですか？はい、誰かの情熱に火を灯すような人間でありたいんですよ。そうなった時に俳優から営業に仕事を転身してるんですね。でもやっぱり同じように目立つっていうことに対して憧れがなくなったわけではないので、はい、いつかはテレビとかに出てみたいなっていう気持ちはでも素敵ですね。やっぱあります。陶芸の形が事業であったりとかご自身で発信することであったりっていう、はい、やりたいことは一貫しているっていう。そうですね、表現したいっていう点。はい、変わってないです。はい、追加でゴールしてくれ。追加でゴールね。すいません。お前さん、今の夢って表現者としてより高いステージに行くっていうところなんですけども、はい、今回いい機会なので夢であったりとかをメモしてもいいですかね。ぜひ。今回の機会をきっかけに僕も頑張ろうと思ったので、うん、このノートにサインを書いてもいいですかね。しゅんくんの、はい、あ、ぜひ。もう書き始めてる。今井さんの思い出のこのノートを、はい、今回はご提案させていただきたいなと思います。値段がですね、原価は50円ぐらいなんですけども、5年後とか10年後、思い出として1万円で買っていただけないかなと思って、1万円ご提案をさせていただきました。以上になります。はい、ありがとうございます。いや、これ難しいですね。難しいね。今井さん、率直に買いたいと思ったかどうか、結論をいただいてもいいですか？はい、買いそうですよね。理由をお聞きしてもいいですか？一番は買う理由がなかったからじゃないですか。今回のテーマは50円のノートにしゅんくんとの思い出が9950円、付加価値として定めたわけですよね。はい、まあ、それは思い出として心の中に取っておけばいいかなと思ったのが僕の率直な回答になりますかね。その通りだと思います。しゅんさんの良かったところは、まず最初に相手のニーズを聞いて、その上で価値を乗っけようとしたっていう流れの組み方は良かった。課題として残ったところっていうところは、まず聞く内容っていうところかな。今回は限られていたので、僕のことを全部聞こうとするのって難しいじゃないですか。なのであらかじめ僕のことを調べたりとか、会社のことを調べて、こんなことに困ってたりしませんかという何らかの仮説やテーマについて質問を掘り下げていって、それをこのノートで解決できますよっていう話に持ってた方が良かったんじゃないかな。おっしゃる通りですね。面接とかと一緒で相手のことをもう知り尽くすっていうのが絶対大事っていうことですね。そうですね。前提として営業って物売りとか押し売りって考えてる人が多いんですけど、うん、買って便利になるのはお客さんなんですよ。なので主役はあくまでお客さん。より良い買い物をしてもらうために営業がいるんですね。最適な情報を加工してお届けするという意味で言うと、営業は実は情報加工業なのかもしれないなと思いますね。確かにそうですね。相手のことを主役として考えることが一番の大事なことっていう。
そうです。他に営業において意識すべきこととかってありますか？しゅんさんにこのノートを1万円で売ってくださいって言われたら僕だったらどうするか、はい、結論からすると売らないです。なんでかっていうと、しゅんさんが書いてくれたサインとかも、はい、別にこのノート自体の価値が上がったというよりは、サインに対して9,950円の値段をつけようとしているわけじゃないですか。はい、しゅんさんがそこに書いたことによって僕が表現者としてランクが上がるかって言ったらわからないですよね。うん、僕のノートにしゅんさんのサインしてくださいって言っても代替が効くじゃないですか。なので9,950円の価値を乗っけるっていうところはちょっと無理やりすぎる気がするんですよね。うん、50円のノートであれば50円で売れる企業努力をするか、50円のノートが1万円のノートの価値がつくように機能であったりとか内容であったりとか仕様っていうところを変えてもらうかっていう、こういう努力に目を向けてくれっていうのを上海の人間に営業しますね。売らないっていうのがある種の正解だったっていうんですね。僕はそうしますかね。でもまだ営業のことを知らない方々に知っていただきたいことがあって、はい、営業って商品を売ることだけが求められている役割ではなくて、はい、良い商品ってどんな商品かっていうと、お客様が買って便利になれる商品が良い商品ですね、はい、っていうことは、僕がしゅんさんにノートを売ろうとした時にしゅんさんがこれこれこういう理由で買いませんって言ってもらえたとしたら、その買ってもらえなかった理由を集めて社内の製品チームやマーケティングチームにフィードバックできたら、お客様に求められる良い商品を作るきっかけを与えられますよね。素敵じゃないですか。自分を通していい商品がもともと作れるかもしれないって考えると、なんかワクワクしますよね。確かに。パブリックイメージの営業と違うイメージが今のお話でつきました。新卒はとりあえず営業って考え方嫌いなんですよ。なぜ営業が押し売りになったりとか足で稼ぐ仕事っていうふうに思われてしまうかっていうと、営業をやりたくない人に無理やり営業をやらせようとすると成果が出ないですよね、はい、成果が出ないと上司は当然いいから行ってこいって無理やり売りに行かせますよね、うん、そうすると怒られたくないので、お客さんに合ってる合ってないは関係なく無理やり売ります。無理やり売ると情報に疎い方が、まあ、ちょっととりあえず買ってみるかって言って買って、買ったのはいいけど自分には合ってない、失敗しちゃいますね。そうすると営業に買わされた、騙された、営業嫌いっていう風になって、営業が悪い仕事みたいな負のサイクルが起きてしまうんです。でも海外とかってもう実は考え方結構変わっていて、言葉のプロやコミュニケーションの技術者が営業をやる、商品を使ったお客様の問題解決をまるでコンサルタントのように、そのお困りごとであったらうちの商品を使うと解決できます。でもその提案をするにはお客様から引き出す技術であったりテクニックが必要なので、コミュニケーションのプロじゃないとできないですよね。これって本当に人とコミュニケーションを取ることが好きだったり、その道を極めたいと思ってしまうと難しいんですよ。なので僕は営業職は本当に言葉を極めて、お客様の問題やお客様のビジネスをもっと良くしていきたいという気持ちを持っている人たちだけがやる仕事になっていいんじゃないかなっていうふうに思います。コミュニケーションが好きで得意な人がなるべき専門の職業っていうことですね。前さんが思う営業の魅力ってどこだと思います？商談の数だけドラマがあることですかね。すいません、ちょっとカッコつけた言い方になっちゃうんですけど、はい、売るものは一緒かもしれないですけど、買う理由が人によって違うんですよ。なぜなら買う人の抱えてる悩みや問題が違うから。なので台本というものがお客様の数分だけ存在するんですよ。そのお客様に合わせたそれぞれの提案があったりとか、自分が存在する理由っていうのが感じられるっていうところが営業の魅力ですし、お客様に買ってもらって今井さんだから買いましたとか、一緒にこれから頑張っていきましょうってお客様に選んでもらった時の興奮とか感動、やばいよ。これはね、売ってみないとわからないと思う。自分が営業しなかったらお客様はその商品に出会うことがなかったり買うってことはないわけじゃん。そういう意味では存在意義のある仕事なんだなっていうふうに思います。お客さんの数だけドラマがある名言ですね。ありがとうございます。一方で勘違いしてほしくないこともあって、台本がないということは全員がそれぞれのやりたいように俗人的にやるべきかっていうとそうではない。僕はこれ料理としてだと思ってて、再現性があるものにはできると思ってる。それが何かというとレシピだと思う。うん、僕たちセレブリックスはこれまで1万2000商品以上の営業活動をやってきて、売ったり売れなかったりっていうことをたくさんレシピの素材を持っているので、どういうやり方をやると成功しやすいかっていう基本の手順はレシピ化できてるんですよ。それを研修を通して技術として教えることもできる。ただ
目の前にいるお客様が辛いものが好きか、お昼何食べたかどうかは知らないので、その人それぞれのドラマに合わせたアレンジっていうものが存在すると思うんですね、はい、最後は営業がお客様に合わせて自由を聞かせるポイントなんだろうなっていう、ここにドラマが生まれるんだろうなと思って、日本のレシピはあるけど自分なりのアレンジができるっていうところに魅力がある。はい、そうだと思います。ありがとうございます。最後になんですけども、はい、就活生の方ってまだ営業を経験したことない方がほとんどだと思うんですね、はい、そういった方が今からできる営業力をつける上でできることとかってありますかね。営業という行為については実は日常にどこにでも転がってます。相手の気持ちや行動を動かすことが営業だったりしますので、うん、身近にいる方々に何か新しい交渉をするでもいいですし、この時期なので難しいかもしれないですけど、旅行の企画を立てるであったりとか、まあ、そういったことも営業の一つではあったりするんですよね、うん、だそうした時にトライしていただきたいのは、営業で大事なことって言葉をどう伝えるかではなくて、どう伝わったかっていうことが大事なんですね。なので相手に合わせた言葉選びを意識するであったりとか、自分が話した内容が相手に正しく伝わってるかどうかを確かめるということを日常の中で試していくだけでも、相手に伝わりやすい言葉が使えるようになるので、営業力につながるきっかけっていうところを身につけられるんじゃないかなと。確かにそうですね。視聴者の皆さんも今からできることとして、日常的に会話であったりとか、あと部活とかサークルとかも同じことが言える、はい、で実際にやってみて、でそれはなんなら面接とかで言ってもいいですね。っていうか面接が営業じゃないですか。あ、自分を売ってるわけですよ、ね、交渉ですもんね。面接ってみんな自分がアピールすることばっか考えてますよね。私って誰がこういうことやって、会社がどういう人が欲しいかってことを知ってたら、もっといい営業できるもんね。いいこと言いますね、今井さん。自分という商品を買ってもらうために相手のことをちゃんとリサーチしたりとか、求めてるものを察知する力が受かる上で大事っていう、ね、だと思います。全部繋がりました。ありがとうございます。はい、セレビックスさんのインターンでは実際の営業の体験であったりができるっていうことで、この動画の下の概要欄からインターンの応募ができるので、ぜひ応募してみてください。あと今井さんの SNS であったりとか、セレビックスさんの情報は下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。ちなみに今回のインターンは、はい、今井さんがメンターとしていらっしゃるっていうふうにお聞きしたので、ぜひ視聴者の皆さんは参加してみてください。はい、はい、ということで本日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。